ピースはもともとサッカー事業であの立てて、コーチがやっぱり社会保険とか入ってなかったりとかして、でもそのコーチも守りたいしっていう部分で最初ピースを立ち上げて、でそこで社会保険、雇用保険をしてあげなきゃいけないなと思って、でピースを作ったのが最初のきっかけ。そう、サッカーのためとコーチのために立ち上げて、コーチの次のキャリアのためしっかり守るっていう、会社で守ってあげるっていう部分で、あの何も知識ないままいろいろ聞きながら立ち上げたのがピース。動画事業で、簡単に言うと、まあ、いろんな悩みのある選手が結構多くて、まあ、シュートができない、ヘディングができないとか、でもお父さんお母さんが教えられない、でもコーチに言いづらいとか、それを僕たちプロがあのしっかり見て分析して、その他何が苦手なのか、何ができてるのかしっかり分析してあげて、で僕たちそのプレイヤーが、元選手がちゃんと同じように実践する、その動画を撮ってもう一回送ってあげる、でその事業を始めた感じです。それがやっぱ1対1でできるっていう魅力があって、うん、まあいろいろやってはいるけど、あのまあ大人数でやってもやっぱり人間って全部が見れないから、このサイズが。僕もやったけどやっぱりね、あのみんなテレビ電話みたいなのやったけど、誰が話して どこ見てるか分かんないから、やっぱりちゃんと1対1でちゃんとやってあげるっていうのが大切なんじゃないかなと思って、もう1対1に特化してやるっていう。ラソルのきっかけは、もともとラソルってチームあって、でそれはその僕が作ったチームで、ボネーラのあのマイトさんと作って、まあ、芸人さんだ、お笑い芸人さんとかタレントさんとか、ケツメイシのコノさんとか入ったチームがあって、まあ今ちょっとみんな忙しく活動できなくなっちゃって、でラソルっていうのは作ってもらった造語で絆と太陽っていう意味 ですごく気に入ったチームだったから、なんとかこれ復活させたいなと思って、今回ラソルって名前を使った経緯が、あ、メンバーね、はい、本田さん、平瀬さん、鈴木さん、鳩さんで、石川直弘、日垣さんで、久保さん、あとは待って、広永さん、あといっぱいすぎて分かんなくなっちゃうね、奈良橋さん、奈良さんだ、奈良さん、あとあれ、俺、拓也さん、10名10名すごいよね。だってすごいメンバーじゃない。だって俺、本田さんのあの昔駄菓子屋でステッカー知らない、あのそう、いや、 J リーグチップスじゃない、あのシールが貼るやつ知らない、金ピカの、 駄菓子屋行ってそのくじ引くとキンキラキンのシールをランドセルに貼ったから、本田さんとかその世代だから、やっぱりすごい選手だね。こんな感じやってますっていうね。ひな、こんばんは、元気ですか。毎日インスタの動画見てるので、しっかり頑張ってください。で今日はあの動画をもらったシュートの修正といいとことちょっとチェックしたいと思います。あの全体的にシュートのキックはいいので、ちょっとこれだけ見てください。平野のキックの場合、以上です。また動画ください。これを例えば今回は僕がやったけども、これを石川選手、鳩選手とか鳩インストラクターとかがその子のためにやってくれるっていう、すごいサービスです、ね、いやすごい、俺もお願いしたいと思うよね。逆に自分を取ってね、お願いしようかなと思って、うん、どうなんだろうね。そうするとダメかな、ね、なんて言うんだろう、プラスの部分も絶対わかるだろうし、強い部分も弱い部分も、
だそういう部分でもやっぱプロにしっかり見てもらうっていうのはみんなプロになった人だからやっぱ大きいと思うんだよね。そこはね自分たちの基準で自分ね、みんな子供たちはテレビ見てそれと比較合わせるけど分からないからその辺が。そうですね、うん、いや面白いよね。なんかその選手とコーチインストラクター側になるけど逆はもうそこに選手と選手で逆に普通に話してもいいなと思って、年齢は違ってもどうなのとかどうですかみたいな、いやこうなんですよみたいな、そういうこう会話もしてみたいなと思って。だからやっぱりそのサッカーに対して恩返しって気持ちも強いし、子供に対しての何か伝えたいっていうのがすごい強い人たちで、こう みんな立ち上がってくれたので、ぜひねこのなんか迷ったり立ち止まってる選手がいたら一緒にこう悩んで親御さんも入れて一緒にこう目標を達成できるようにしたいなと思ってるから、ぜひ悩んでる人はぜひねあのチェックしてもらって問い合わせしてもらえばもう僕たち全力で頑張りますのでよろしくお願いします。松原学です。 YouTube 始めました。チャンネル登録よろしくお願いします。